皆さんこんばんは。ラテリエ・ドゥ・ヴェルヴェの川田若葉です。お菓子教室とそれから自宅教室の開業と運営のサポートをさせていただいております。それでは21時になりましたので、また恒例のインスタライブ始めていきたいと思います。今日はですね、私ちょっとダメダメな私についてお話ししようと思って今日のお題を決めました。はい、やるやる詐欺になってないというわけで、今日はダメダメな私について白状します。はい、ね、やるやるとかダメダメとかね、なんかこう繰り返しが続きますけれども、お教室の先生とかその他、まあ個人事業主っていうのは誰かに雇われてるわけじゃないから、まあやると決めたことは自分で決めて自分でやるしかないわけじゃないですか。だけれども、やると決めるのになかなかできないってことがある、目標が達成できないことがある、これはね、誰しも経験があるんじゃないかと思います。でね、そんなことに対して私は今までね、インスタライブでまあちょっと偉そうにいろいろ語ってきたわけですよ。例えばね、目標を、達成するにはちゃんと期日を決めましょうと、そしてその期日から逆算してね、今日何やる、明日何やるっていうのをね、もっとブレイクダウンしていって、着実に淡々とやるべきことをやれば必ず目標は達成できますよなんて言っちゃってたんですよ。もしかしてこれをね、聞いてくださっている方は私そんなこと言ってたの覚えてくださってるかもしれません。はい、あ、腹ペコさん、やるやる詐欺だしダメダメだしグダグダです。はい、私もなんです。なのでね、今日ねそんな話がしたいわけですよ。いつも偉そうに言ってるので、あなたはさぞかしやってるんでしょうねっていうことになっちゃってるかもしれないので、そうじゃないよっていうことなんです。で、どうしてそうじゃなくなっちゃうのかっていう原因もね、少し自分自身で考えたので、そんなお話ができればなと思ってます。まずね、大事なことなんだけど絶対やった方がいいって分かってるんだけど、ちょっと大変なこと、ちょっと面倒くさいことって後回しにしがちじゃないですか。私はそうなんですけど、で、そういう大事なんだけどちょっと時間かかる面倒くさいことに限ってやはりね、やるやる詐欺になりがちです。でもね、このインスタライブももうね、今日で86回目なわけですよ。で、今までも目標設定なの、目標ブレイクダウンなど言ってるから、私だって一応ねスケジュール立てたんでしょ。で、そのスケジュールで具体的に言えば何かというとね、いろんなのがあるうちのね、まあ、一つの例として今ね、やるやる詐欺になってるものなんですが、私はですね、スタイリッシュデコレーションオンライン講座っていうね、オンラインの講座をやってます。これね、コロナ収束とともに、まあ、対面をやりたいな、対面のバージョンを作り変える、かつ対面に合わせた内容にしたいし、ちょっと中身も作り変えたいとか、いろいろね、リニューアルしたい部分も出てきてるんです。で、それをやりますって言ったのはいつだっけって感じ。最初ね、5月ぐらいにスケジュールを引いてたんですけれども、まず私の事情ご存知の方もいるかもしれませんけれども、お教室をやるスペースとしてね、キッチンスタジオのようなものを建てたんですが、これの工事が遅れに遅れた、はい、それで遅れましたっていうのがあった、はい、で、次何があったかって、小指を骨折しました。そして立てませんでした、はい、そんなこともあった。そしてですね、いよいよね、まあ、骨折も治ったよねっていう頃に、まあこれはね、あんまり詳しくは言えないんですけれども、ちょっと仕事でいくつかトラブルが起きた。で、そのトラブルの処理に奔走していた。そのトラブルの処理っていうのはね、決して前向きな、ほら、後処理だからさ、こう頑張ってやってもそれで売り上げが立つとかそういうものじゃないから、後処理ってやっぱりちょっと嫌な気持ちな思いながらやるし、そこで気分も落ちますよね。そんなことをやってて、そうしたらね、やるやる詐欺になっちゃったわけです。はい、対面のコース設定がまだできてませんっていう状況
でね、これなんでこうなっちゃったんだろうっていうところを今日私私自身もねコンサルを始めましたけど、私自身のコンサルの先生もいるわけです、うん、だから今日はね月1回のセッションをしてて、なんでこんなことになっちゃったのっていうような話をしてたわけですね。今私が言ったようなこんな理由やあんな理由やこんなことがあったんですよっていう話をしたんですけれどもね、それってなんか天変地異レベルのことではなかったわけなんですよ。何事も多分、思い通りにいかないこともあり得る。でそれも含めてのスケジュールを立てるべきでしたっていうのが一つ。つまりバッファーを作る。バッファーってなんかよくスケジュールっていう時に使う言葉だっけ、なんだろう日本語で、余白とかそういうやつですよね。だから何にもやらない日をちょっと例えば週に1日作っておく。そして何か予期せぬ事態があって遅れが起きた時にその1日で取り戻せる、そういうね無理のないスケジュールがもちろん必要だったっていうこともある。あとはもう一つ、自分の実力を見余ってたっていう、そこもあります。でもねこれはちゃんとスケジュールを立ててやってみてうまくいかなかったりってことを繰り返すと、その見積もりも精度上がってくるはずなんですよ。だけど私の場合その精度が上がらない理由は分かってるんです。想定外のことが起きたり思ったようにできなかった時、一旦自暴自棄になるっていうこと。だから一回立てたスケジュールが どこへやらになっちゃう。そうするとそこから場当たり的に対処しようっていうことになっちゃうんですね、でそれが今私に起きていたわけです。このねどうしてもやらなきゃいけないことができなかったプラスその時に、スケジュールを冷静に引き直すじゃなく、もういいやっていうような感じで、ああこれでできなかったってそのね事故のせいにして、その予定外のトラブルのせいにして自分のやり方を顧みずっていうわけじゃなく、ただただねもうなんか原因言い訳を探しに走ってた。これがね喋ってて、まあ、私のねコンサルの先生と喋ってて、自分で喋れば喋るほど、あこれ言い訳になってんなってことに自分で気づいちゃったんですよ。はい、だから私自身もこんなこと言ってるんですけどね、いつも目標設定なんだできてないです。はい、本当ねできてないし、もう反省すること しきりなんですがね。あ、腹ペコさん、バッファー、時間的なゆとりや余力、ビジネスでは余裕、干渉、 PC なら1時間的なメモリー領域、あ調べてくださったありがとうございます。そう、その通り、それバッファー作りながらねスケジュール立てなきゃいけなかったんですよね、あとはバッファーを作ってもよ、その中で吸収できないこともありますよね、でその時に私の場合自暴自棄になったり、私のせいじゃないしってなってね、あの原因を他に見つけちゃったりしてるんだけど、そうじゃなくって淡々とリカバリーする方法を考えればなんとかなったかもしれない。なのに、人のせいにしたり物のせいにしたり事象のせいにして、自分の行動は特にね改めてなかったんですよ、気づいたら、だから遅れは遅れに遅れ、どん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 雪だるま式になっていったって感じです、だから一旦ね自分の非認めちゃえばよかったんですよね。ああそうだ、バッファー設定してなかった。しかも想定通りにいかなかった時のメンタルもあります。なんか想定通りにいかなかった時の自暴自棄、これダメですよね。想定通りにいかなかった時こそ淡々と、今からどうリカバればいいかとかっていうことを考えてやれば、そんな大事故にならなかったはずなんですよね。多分ね感情に流されてました。だからね、なんだろうね、感情に流されない私でいる必要があるなってことも大きな反省。例えばね、このちょっとした仕事のトラブルがありました。
そしたらそのトラブルの処理は最小限で効率よくやればいいんですよ。なのにすごくトラブル処理に時間をかけちゃいました。なんだろう、もう自虐的な感覚で、もうこんな風になっちゃった、私しょうがないからやるしかないとかって言って、よくわかんないけど必要のないことまでやっちゃうみたいな、うん、だけどいや、このトラブルはもう起きちゃった、しょうがないし、これを取り返せないから、これの事後処理は最低限のことで済ませちゃって次行こうっていう風にやればよかったんですよ、うん、ね、そういうことがね、分かっちゃいましたなのでね、全然どういうことだから、5月にやろうと思っているものが今8月も後半ですけど、できてません、やってませんの状況になってます。はい、で今ね、これをさっき先生と話していて、まあ認めちゃった結果どうなったかっていうと、まあ認めるのは悔しいけど楽になりました。うん、認めちゃうともうあとやるしかないっていうところまで来ちゃったからね。なんでこれがいつまでも自分以外のところに原因を見つけようと思うと多分治らなかったはずです。うん、そういう意味でね、人に話して相談できる相手がいる私はすごく恵まれてるなっていうことは一つだけ言えますね。うん、なのでね、今日今までね、目標に向かってちゃんとね、期日を設定して頑張りましょうって言っていた私は、それプラスアルファで付け加えたいことがあるんです。目標通りにいかなかった場合の話がね。で、一つは、まあ、バッファーを設けましょうっていうのが一つ。あと、もう一つは、まあ、このね、トライアンドエラーをやりながら自分のその見積もりの精度を上げていく努力をしましょうっていうのが二つ目。それから三つ目は、想定外のことが起きた時にそれをですね、最小限にリカバるようにするために感情的に流されないっていうことです。想定外が起きた時こそ平常心でいようみたいな、そんなところなのかなって思いました。うん、言ったからってすぐ治るかっていうと、それはわからないんです。でも言って認めたことによって必ずやね、良くなっていくんじゃないかっていう、今そんな気はしてます。そんなね、前向きな気持ちになれました。はいというわけでですね、必ずしもね、私自身が思い通りにいってないというお話、うん、今後もね、これなんか私がね、偉そうに言ってる時、ああ、まあこの人ね、こういうふうに言ってるけども、必ずしもできてないんでしょうねって思っていただいてもいいです。そして今後もね、言ったことができてない時っていうね、ちょいちょいね、こんな感じでシェアできたらいいなと、うん、そんな風に思った今日の一日でした。はい、というわけでね、今日私の失敗談を聞いていただいてありがとうございますね。夜遅くに皆さん聞いていただいてありがとうございます。皆さん、それではおやすみなさい。